ちは。マシャンです。さあ、今回も語源に着目しながら英単語を眺めていきます。まずは、worsen, worse です。さあ、この worsen ですけれども、en がついています。この en というのはどのような働きがあるでしょうか？この en というのは動詞にするといった働きを持ちます。つまり worse は形容詞でより悪いといった意味ですけれども、これに en がついて動詞になって他動詞、何々をさらに悪くする、自動詞さらに悪くなると、まあ、こうした意味になります。さあ、この en ですけれども、名詞や形容詞を動詞化するといった働きがあります。dark, darken, bright, brighten, weak, weaken, soft, soften, fright, frighten。この発音の注意ですけれども、ソフトに関しては en つけた場合、ソフンと t が発音されずに、まあ、ソフンといった発音になります。さらに、strengths、力、en がついて、strengths、何々を強める。less、en がついて、less、何々を減らす、減る。まあ、これに関しては同じ発音で、レッスン、授業、教訓と、こういった、こういうのもありますね。ここに関してはちょっと注意が必要です。語尾が on のレッスンの場合は、レッスン、授業、教訓。そして、en のレッスン。レッスンに en がついて動詞化したレッスンは減らす、減るとなります。そして、en の代わりに e がついて、動詞になるといった場合もあります。バス、入浴に e がついて動詞化して、bathe、入浴する、入浴させる、何々を水に浸す。さらには、breath、息に e がついて、breathe、呼吸する、breathe、呼吸すると、こういうふうになります。さあ、続いて、レスです。まあ、このレスですけれども、ホームレス、ワイヤレス。まあ、ここからもわかるように、レスというのは、ないといった意味を表します。ハームレス、ハーム、害がレスない、害のないと。ペインレス、ペイン、痛みがレスない、痛みのないと。そして、カウントレス。これは、カウントは数えるといった意味がありますけど、こういったカウントレスということで、数えきれないほど多いといった意味があります。少しややこしいですけれども、数えきれないほど多い、無数のと、そういった意味になります。カウントレス、数えきれないほど多い、無数の。そして、ペニーです。さあ、このペニーですけれども、このペニーというのは、お金の単位です。つまり、このペニーですというのは、こうしたお金がレスない、一文なしのといった意味になります。そして、プライスです。このプライスというのは価格とか値段とかいった意味がありますけれども、こうしたプライスですというのは値段がつけれないほどとても貴重だといった意味になります。まあ、少しややこしいですけれども、プライスですは値段がつけられないほどとても貴重だといった意味になります。そして、バリューです。バリューは価値です。価値がレスない、価値がないということで、そのままバリューです、価値のないといった意味になります。これと関連してややこしいですけれども、invariable といった単語もあります。この in というのも同じく否定を表す接頭辞ですけれども、この invariable、これに関しては、計り知れない価値のある、つまりとても貴重などといった意味になります。少しややこしいですから、セットで押さえておくといいかと思います。valueless はそのまま価値のない。invariable は、この価値が測れないほど、とても貴重など、こうした意味になります。さあ、そして、flowless。このフローというのはこれは欠陥といった意味ですから、こうした欠陥がレスないということで、欠点のない完璧などといった意味になります。reckless。このレックですけれども、これは現代語に残っていますが、古い表現です。レックは気にするといった意味があります。まあ、つまり、レック気にする、レスないということで、まあ、気にしないということで、こう無効水な無謀など、こうした意味の形容詞になります。reckless、無効水な無謀な。さあ、ではここで一つ問題です。a smoke-free workplace。さあ、この職場においては、タバコを吸ってもいいでしょうか、ダメでしょうか。さあ、どうでしょうか。フリーとありますが。実は、この職場においては、タバコを吸ってはいけません。さあ、このフリーというのは、先ほどのレスと同じように、このフリーというのはないといった意味を表します。つまり、スモークフリーというのは、こういったスモークがフリーということで、禁煙のということになります。おそらくこのフリーを自由と考えてしまったら、スモークフリーワークプレスと聞くと、まあ、自由にタバコを吸ってもいいんだ。そんなような印象を受けるかもしれませんが、つまり自由というのは、こう自分を束縛するものがないというふうに解釈できるというわけです。フリーはないといった意味を表します。スモークフリー、禁煙のと。そして、バリアフリー、バリアがないで、障壁のないバリアフリーの、デューティーフリー。デューティーというのは、これは義務といった意味、そして関税といった意味があります。デューティーフリーで、こうした税がフリーないといった意味で、免税の。同じように、タックスフリー、タックス税がないといった意味で、免税の。ヌークリアフリー。ヌークリアというのは、これは核といった意味ですけれども、こうした核がフリーない、非核のといった意味になります。さあ、ここでガラッと変わって、少しセンター試験の問題を一緒に考えてみたいと思います。こちらをどうぞ。さあ、こちらはセンター地理 B の実際に問われた、2018年に問われた問題です。タとチというのはノルウェーまたはフィンランドが舞台のアニメ。A と B というのはノルウェー語またはフィンランド語ということです。さあ、問題ですけれども、フィンランドに関する正しい組み合わせは次の1から4のうちのどれでしょうか？さあ、すぐに解説に移りますので、画面を止めてゆっくりと考えていただければと思います。さあ、アニメーションと言語とありますけれども、まずは言語の方から見ていくことにします。さあ、ここで、スウェーデン語と A と B をこう比較しますと、A と B のうちの A の方がスウェーデン語と似ているという印象を受けると思います。
まあ、つまりスウェーデン語と A が似ているということは、このスウェーデン語と A というのは同じ語族であると推測できます。同じ語族であるということは、それだけ同じような言語特徴が見られるということになるわけですけれども、A とスウェーデン語と A というのは似てますから、おそらくこれは同じ語族であると推測するということです。で、ここで、まあ、チリビーの受験生であれば覚えておくべきこととして、スウェーデン語というのは果たして、何語族に属していたでしょうか。そしてノルウェー語、フィンランド語もこれに関しても何語族に属していたでしょうか。まあ、この知識が問題を解くためには必要になってきます。少し確認していきます。実はこのスウェーデン語というのはインドヨーロッパ語族に属しています。より細かく見ると、インドヨーロッパ語族の中のゲルマン語派というものにスウェーデン語は属しています。ゲルマン語派に属する言語としては、英語、ドイツ語、オランダ語、アイスランド語、ノルウェー語、スウェーデン語、デンマーク語など、まあ、こうしたものがゲルマン語派、インドヨーロッパ語族のゲルマン語派というのに属します。ここで押さえておくべきは、フィンランド語というのはこれはウラル語族というのに属していて、フィンランド語はインドヨーロッパ語族ではこれはありません。まあ、この知識が問題を解くためには必要になってくるというわけです。さあ、つまり、このようになります。スウェーデン語というのはインドヨーロッパ語族でしたから、スウェーデン語と似ている A もインドヨーロッパ語族ということになります。つまり答えの A というのはノルウェー語となります。一方でフィンランド語はウラル語族であり、インドヨーロッパ語族ではない。このことから、スウェーデン語とは異なった言語の様子を示している B に関して、これは、フィンランド語ということになります。 B がフィンランド語ということですから、選択肢としては2番か4番、これが正解になるということになります。さあ、それではこの今言語を見てきましたが、次にアニメーションについて見ていこうとします。ところで、インドヨーロッパ語族に関しては語源で学ぶ英単語第2回においてより詳細に扱ってますので、興味のある方はぜひこちらもご覧になっていただければと思います。さあ、アニメーションですけれども、他と地のうちのどちらがノルウェー、どちらがフィンランドが舞台のアニメでしょうか。まあ、実はこのムーミンというのは、これはフィンランドを舞台とした作品です。作者はトーベ・ヤンソン、フィンランドの作家です。まあ、この知識があれば、他がフィンランドということで、これで答えが選べれるということになります。まあ、ただ、まあ、もしこの、まあ、ムーミンに関するこの知識がない場合、ないとしても実はこの問題は解けるように作られています。地に注目します。この地の小さなバイキング、ビッケというアニメーションですけれども、この小さなバイキングのバイキングという言葉に注目します。このバイキングと聞いた時に、このバイキングというのが何かということが分かっていれば、たとえムーミンの知識がなくてもこの問題は解けると、実はそういった問題になっています。さあ、このバイキングですけれども、バイキングというのは8世紀から11世紀にかけて、海上からヨーロッパ各地へ侵入したスカンジナビアの人々のことを指します。出身別にデンマーク系、スウェーデン系、ノルウェー系の3グループに分けられます。まあ、彼らは海上での商業活動を行っていましたが、時には海賊、略奪行為を行うことで、まあ、恐れられていました。まあ、さらにこのアニメーションのこのイラストにも注目したいと思います。このイラストに注目しますと、このキャラクターの後ろに船が映っていることが分かると思います。まあ、この船も少しヒントになります。バイキングはこのような船を使ってヨーロッパ各地に侵入していたということになるわけです。まあ、さあ、ということで、この小さなバイキング、ビッケというこのアニメのこのバイキングという言葉に注目することで、この地というのはデンマーク、スウェーデン、ノルウェーのいずれかであるということがわかります。今回はノルウェーかフィンランドかのどちらかという取材ですから、この地というのはノルウェーということになります。フィンランドに関する正しい組み合わせはということですから、答えは2番ということになります。さあ、突然チリビンの問題を解きましたけれども、先ほど話に上がったバイキング、まあ、このバイキングというのはイングランドにも同様に侵入してきます。まあ、このようにイングランドに来たバイキングというのは、英語という言葉にものすごく大きな影響を及ぼすことになるわけです。さあ、このバイキングですけれども、このバイキングはデンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、アイスランド語といった現代の、まあ、北欧諸語の祖先であるコーノルド語、オールドノースを話していました。このバイキングなんです。コーノルド語と英語というのは同じインドヨーロッパ語族のゲルマン語派に属しており、まあ、コーノルド語を話すバイキングと声語話者というのは互いにある程度意思疎通ができたと考えられています。まあ、そしてこのイングランドに侵入したバイキングはやがてイングランド北部東部に定住するようになります。この地域はデーンローと呼ばれ、バイキングの法律が通用する地域となりました。そしてこのバイキングですけれども、この定住したデーンロー地域を中心にコエー語と彼らの話す、まあ、コーノルド語との言語接触が起こり、コーノルド語由来の単語が英語に入ることになるわけです。さあ、それではこの文をご覧ください。 Though they are both weak fellows, she gives them giftsまあ、実はこれらの単語はすべてコーノルド語由来の単語です。コーノルド語というのは当時2000語ほど英語に流入し、現代の標準英語にも900語程度が生き残っています。
まあ、この文を見てもわかるように、コーノルド語由来の単語のみで、まあ、文が作れるほど、まあ、コーノルド語というのは英語の語に、まあ、深く浸透しているということができます。まあ、このコーノルド語由来の単語として、他にこのようなものがあります。ご覧ください。さあ、こちらを眺めてもわかるように、このコーノルド語からの借用語というのは、日常的な単語であるというのが一つの特徴です。まあ、さらにこの、ゼイですけれども、彼らという意味を表すゼイというのは、まあ、声語時代は、ヒーエという、他の単語を使っていたわけですけれども、このヒーエという声語を、本来の単語を、コーノルド語から入ったゼイが置き換えたと。そして、現代語では、ゼイという、まあ、コーノルド語由来の、単語を使っているわけです。まあ、こうした、もう、ゼイといった基本の単語を置き換えるほどに、まあ、バイキングとの交流というのは、もう密接だったということができます。バイキングの話していたコーノルド語というのは、まあ、これほどまでに英単語に影響を及ぼしたわけです。さあ、ここで動詞スターブの意味について少し見ていきたいと思います。このスターブですけれども、もともとは死ぬといった意味を表しました。ただ、コーノルド語由来の die が英語に入ることで、このスターブ、もともと死ぬといった意味が、この意味が限定されて死ぬは死ぬでも、飢えて死ぬと、餓死するといった意味になっていきます。スターブというのは動詞で餓死するといった意味です。このように他の言葉から単語が入ることで、その影響を受けて元々英語にあった単語というのが意味が変化すると、まあ、こうした現象というのはいくつか見られます。まあ、スターブもこのように大といった言葉が入った影響によって、まあ、元々死ぬといった意味だったものが死ぬは死ぬでも飢えて死ぬと、まあ、こうした意味に変わっていたと。そして通常の死ぬといった意味においては、コーノルド語由来の大が使われると、まあ、こういう風になっているわけです。さあ最後に取るといった意味を表す英単語について少し眺めて終わりにしたいと思います。取るといった意味を表すこの英単語というのは、もともと声語では2万というのが使われていました。ただ、コーノルド語由来のテイクというのが英単語に入って、ある期間においては2万とテイクの両方が取るといった意味で使われていました。ただ、最終的にコーノルド語由来のテイクというのが2万を完全に置き換える形で、現代語においてはこういうテイク、取るといった意味ではテイクが使われています。さあ、このテイクに完全に置き換えられた声語の2万ですけれども、実はまあ現代語のナムといった単語に唯一こう化石的にニュアンスが残っています。このナムというのは2万に由来する単語で、感覚が取られている。つまり今麻痺したと。こういった意味になります。ナムは形容して麻痺した。ナム麻痺したとなります。声語時代に取るといった意味を表した2万は、コーノルド語由来のテイクに完全に置き換えられて、そしてまあ唯一化石的にナム麻痺したと。まあこの単語において、そのニュアンスを留めているということになるわけです。さあ、それでは今回はこの辺で。お相手はまさにゃんでした。